はい、えー、皆さん、こんにちは、ちでございます。さあ、軽井沢有罪。うん、下回んな方、ごめんなさい、えー。さあ、軽井沢誘拐案内ですね。えー、こちらの方。 今回やっていこうと思うんですけどもまずウィキで調べていきましょうとえー、カリザり沢誘拐案内」と「誘、え、拐、ー、案内」は1985年にエニックスゲンスクエエニックスで発売された堀井雄二さんあエニックスドラクエだねドラクエの堀井裕二さんだね、えー、デザインしたアドベンチャーゲーム「ポートピア連続殺信事件」と同様にオリジナル版のプログラムシナリオグラフィックスなどの全ての作業を堀井が言ってすごいなこの人 プログラム、シナリオ、グラフィックまでやってんのほーポートピア連続殺人事,事件、1983年、ニックスと、オホーツクに消えゆでいいのかなに続く、堀祐二がシナリオを担当したアドベンチャーゲーム。えー、第3弾本作も当時のパソコン収容、各機種に移植されたが、シリーズでは唯一ファミコンに移植されなかったんですね。まあまあ、この辺にしておきましょうあの。ネタバレあったら困るんで、まあまあそんな感じの。 作品ですね。これは佐久間さんと私勘違いしてたんですよねあ。ね。あ、カセットテープ。あ、MSX にも出てたのか。カセットテープ。うわ、TDK のテープだね。なんだろ、うこれ。何のカセットテープだろう。TDK と言ったら AD と私 ADX しか知らないかな。 でもどっちでもない気がしますね。AD は青色だっていうような気がするんですよね。ADX はこういう金色だったと思う。金色っていうか黄色っぽかったと思うんですけど、なんかちょっと違う気もするなまあそんなこと置いときまして。フロッピーはあ、8インチがある。<laughs> 8インチ3.8インチ5インチ3.5って並ん12倍で並んでますね。さあ置いときまして、えー。じゃあやっていきましょう。はい、えー、こちらですね。 さあ、はい、えー、リセット入りましょうはいしばらくお待ちくださいと、えー、ゲームを始めからしますかゲームを途中からしますか始めからにしましょうすごいな堀井さんてあなたの名字と名前を入れてください名字はああいいわ別にこれでうんもうはい8時までのかナ…すごいかな判定してる あ、ハこれ戻っていくんだ <laughs> えっとあすごいブレーカー入らなくしてるいやいやすごいねホリーさんかな判定してるんですねまあ多分これマシン号なのかなあ違うかベーシックかいや結構ねかな判定大変なんですよめんどくさいんですよあのー、うんもういっ ね、今だったらその正規表現っていうのができるんですけど、多分これ昔だったら全部入れてるんじゃないのかな。この文字じゃないとああからうんまでの判定をしてるんじゃないのかなって気がするんですけども。えー、っと、名字は8時までのカナにしてくださいなんですね。じゃあ、またまたカナロックなんだね。あの、まあ最近では、前回、前回のね、はじの封印でよく呪文とないのに入れましたから。はい。 カナにしててください待ってあすごい見た今変換しましたよカタカナをうわすごいあなたはあちえさんですねとゲームの中のあなたに対する呼びかけは全てこの名前で行いますいやーすごいわーあの堀、ー、井さんだっけ <laughs> また佐久間さんで言いかけちゃったいや いや,ーいや、てっきりね、まあ、ゲームデザ,デザイナーというか、プログラムとかは、それほどしない人かなと思ってたんですよ。シナリオがメインでって思ってたんですけど、すごいねー。いやー、よくできてますよ。うん。イエス。あ、インプットだね。使ってるのね。あ、ベーシック。いやいや、これはマシンゴだはめちゃくちゃ早いわ、描画が。 その夜アチェは恋人久美子が待つえ何えっ、ー、と彼女を片ないけんだね久美子が待つ久美子が待つ彼女の別荘へ、えー、車を飛ばしてたあ漢字はあそっかこれはだからあれか8千0 0一無形なのかなうんいやあの前回がね今これあの覇者の封印から、えー、の連続で私取ってんですよ うん、で「はじゃの封印は最終回で曲入ったでしょ最終回で初めてなので私いつも「はじゃの封印はイヤホンせずにやってたんですけども曲が鳴ったんでイヤホン思わず今回からはまた音なるかもしれないと思ってイヤホンはめたんですけどもあのこれこそいらないねビープ今の音聞いてるとビープだから <laughs> これも音楽出ないタイプだねまあまあそうかオホーツクもそうだったよねうん はいえー、急がなきゃと。あ、そっか、私、あ、知恵だから、知恵になってるんだね。急がなきゃ、そういえば彼女、妹と二人で来てるって言ってたっけな、一人に聞き。あ、懐かしいですね、このね。うん、この事態とあの、一人に聞きっていうね、大文字で全部出てるね。えー、ちょっとごめんなさい、コーヒーいただきます。えー、きっと妹が彼でも呼んだ,のだ,呼んだものだから、 自分も寂しくなって僕に電話してきたんだろう。えー、あ、あの別荘かなと。え、佐久間さん、こんあ、まあオホーツクとか、もうこんな感じだっけ。いや、すごいね。プログラムできて絵も描けるって。あこれで曲できたらもうスーパーマンだけどね。まあ、いや、いや、これだけでもスーパーマンだわ。 えー、ワッチへ、やっと来てくれたのね。嬉しい。今、ちょうど妹の渚は買い物に行ってるの。あ,あ、よかった。コマンド選択方式だ。<laughs> これまた、あの、前見たくね、あの、ポートピアみたいに文字打たないといけないと思ったら、地獄だなと思ってたんですけども。はい、まずここは、彼女を見るですね。えー、どうしあのそんなに見つめて。私どこかへん。あ、ベっさんだね。すごいグラマーな感じしますけど。グラマーっていう言葉はもう今言わ,言わないか。 えー、私どこかへん。いや、なんでもないよ。そんなに見ないで恥ずかしいわ。なぜかなどうしても君を見つめてしまうんだ。歯が浮きますね。あなた、相変わらず口がうまいわね。と、えー、見つめられるのは弱いな。は中に、あ、ね、中に入った。あ、すごい。ちゃんと。あ、これでやっと止まったかな。これだから、しつこくやらないといけないタイプかな。 何抱き寄せるキスする <laughs> そんなのあるの <laughs> ちょっとスケベーなのかもしんないね話しかけましょう遅くなった言い訳別荘の話いや言い訳いらないでしょはい別荘それはそうとなかなかいい別荘だねと死ぬ前にパパが買ったものよそうだったね君の両親はといやだ急に指名者って気にしないでとね中に入ったらあーこれ抱き寄せたらえらいことになるんだね でもそんなパラメータないと思うんですよ、感情みたいな。じゃあ、言い訳してみましょうか。ところで、ごめん、遅くなっちゃって、道が混んでいたから、嘘。他の女の人と会ってたんでしょね、中に入ったらと、ああ、もうダメなんだね。抱き寄せましょうか。こっちへおいでよ。知恵、会いたかったわ。ああ、僕もス <laughs> 懐かしい、この絵覚えてる <laughs>。思い出した。この画面は覚えてますわ。昔、雑誌に載ってました。 でもなんかこれ目の描き方とか色描いてこれ中間色だよすごいなあちゃんとハートもかぶせていやーこれマシン語だもんねこの表示の速さはね今これ抱き寄せたんだねあキ起訴してみましょうかえでもあの子何やってあできるんだ何か尋ねるえ妹のこと はい、で「君の妹凪沙ちゃんだっけどこまで行ったの?と」とえー、駅前までお醤油を買いにお醤油買いに行ったのね <laughs> お隣さんに借りるわけにはいかなかったんだねまあ別荘だからねでえっ、ー、とこれで「君の妹凪沙ちゃんだっけあセリフ変わるわあ,あ違うわ変わってないわごめんなさいだこれは変わってないと今度彼女のこと聞きましょうここに来て毎日何してたのと 別に渚はふらふらで、ふらふら出かけたばっかだし、あなたのことばかり考えていたわと。本当に、本当かなと。こんなこと言ってくれんのかいえー、でもう一度切って、えっと、ああの子まだ帰らないわ。ねえ、まさか誘拐なんてことないわ。ああ、で、誘拐案内なのかなえー、ここに来て毎日、ああ、お願いだからもう同じこと、あ言わせないで。 あすごいウィッチってなってんだキャンセルする気あこれすごいなあ天気で全部できるようにしてくれてんだわいや堀さんすごいねうん辺り見ましょう綺麗に片付いてるでしょうええー、これでもお掃除は得意なんだでもあの子何やってるのかしら、はああやめなさいよあんまりキロキロしてるとバカに見える <laughs> あだんだん言葉がきつくなってきましたねさあ中に入りましょうあ彼女もう一回見てみましょうか 見つめられるのは弱いなと。うん。中に入りましょう。もう少し中、えー、もう少し中を見せてくれないと。お願い。だからもう同じこと。あっ、え中に入れって言われてんだよね。見つめられるの弱いな。あの子まだ帰らないわ。ねぇ、まさか誘拐な。あっ、セリフ変わった。はい。別荘の話。その話はもうやめて。おうん。 抱き寄せるのはこっちおいでよと何言ってるのもうそばにいるじゃんそうだねでキスしたらダメだってもうすぐ渚が帰ってくるかもしれないわああそうね中に入れないのもう少し中を見せてくれないあダメ散らかってるからともう後に見てでももうこんな遅くまで帰らない帰らないなんてとあの子に何かあったんだわ警察に電話しようかしああなるほどそういうことかで電話しましょうか あ警察ですか実は友達の妹が買い物に行ったまま戻らなくてねえ誘拐かもしれないって言ってとでもえでもしかしたら誘拐じゃないかとねえこれ,これ当時はいいと思うんですけど今だと私思うのねあなたが電話すべきじゃないのと思うんですけどねうんこういうことをやっぱり当時はうん亭主関白って大変ですけど男がリードするっていうのがあったのかな今でもあるの いいや今ないと思うんですけどねもう私はだからもうその何結局ねあの伝言ゲームになっちゃうでしょちゃんと正確に伝わらないんであの本人にやってって言うんですけどねえあのこんなこと言ったら賛否両論というか怒られるかもしれないですけど大抵こういう感じになるのは相手って女性なんですよねでそれを言うとムッとした顔されちゃうんですよね <laughs> なんでって思うんですけどね <laughs> いやいや、当の本人がすべきじゃないのと思うんですけども、はい、行きましょう。すぐにここに来るそうだよと。本当と。でもごめんなさいね。せっかく来てくれたのにこんなことになってと。君が悪いんじゃない。謝ることはないさと。それからしばらくしてと。あ、車の音よ。もしかして妹じゃん。いや、警察みたいだねと。あ、これ、ハチミガでやっちゃダメなのかな。今、一生早かったね。はい。え なるほどこれお巡りさんなのなのるほど、大体の話は分かりましたしかしですね特に脅迫電話があったわけでもないしそれに聞けば妹さんには放浪癖があったらしいいやこれめちゃくちゃよくできてるよおーハート好きだねでもねおほんとこれ佐久間さん絵心もあるんだねはい 妹さんは確か18歳でしたね。ということは我々はさらに年上のもう成人ぐらいなのかもわかんないね。我々はね。まあ、今のところ事故の報告もないし、そのうち帰ってくるのではあまり心配せぬことですと。一応こちらでも探してみますが、また何かあったら知らせてください。では私はこれでと。えー、帰っちゃったわ。脅迫電話がないと事件として扱わないかと。あー警察なんて冷たいものだなと。 あ、電話よと。<laughs> 入れ替わっちゃったの、ひょっとして。はい、もしもし、高木ですかと。あ、高木久美子さんなんだね。え、どうした,ったのえーや、どうしたの切れちゃったわと。あ脅迫じゃなかったんだね。<laughs> ちょっとやっぱスケベーな感じにしてんだね。あ、だからファミコンの方にはいかなかったのかな。いや、これちょっと今私全然ちゃんと見てなかったんですけど。一応、大沢ーー堀祐二って出てましたね。著作が堀祐二さんということでいいのかな。で、今は全部、 あの私、何のキーも触ってないんですけど、ここまで飛んできましたね。はい、えー、ということやっぱり4メガでやるべきなんでしょうね。うん。いや、小鳥が泣いてるね。おはよう。昨日はよく眠れたと。君こそどうなの投げさちゃん、まだ帰ってないみたいだわ。と。まあ、タイトルでちょっとパンチラがありましたね。まあまあ、テニスのスコートだと思うんで、あの、別段問題はないと思うんですけども。うん、やっぱり、そういうので目を引こう。 っていうのは多少やっぱインパクトね、あったんでしょうね。あの、ねあの本当にそ、えっと、スマホのゲームとかでも、その、スケベーに表現するだけで全然違うっていう話は聞きましたからね、そうなんでしょうね。はい、えー、あ綺麗だね。本当に渚、どこに行ったのかしらと。確かに、えー、出歩いては、出歩いてばっかの妹だけど、 買い物に行ったまま帰らないなんて不自然よねと。それにあの電話気になるわと。うん。そういえば、ハジャの封印は半角,カカタ半角カタカナでしたけど、まあ、全角ひらがな、スペース入るとちょっと読みやすくなりますね。うん。はい、えー。やっぱりその、いろいろね、テクニック入れてるんですよね。はい。え、一緒に妹探そうですってと。えー、知恵。えー おんチェっていうのはこれ下打ちでいいのかな私、名前チェにしてるから <laughs>。しまったね。えー、チェ、あなた頼もしいわとおかしいもんね。下打ちだったらおかしいもんね。<laughs> かといって、言い切ってる表現なのかなチェって言い切ってる。ごめんなさいね。変な名前にしちゃった。そうよ、警察なんて当てにできないんだから。ね、あ勝手にバンバン飛ぶわ、これ。 ちょっとごめんなさいね。一応4メガに切り替えます。<laughs> <laughs> ごめんなさい。笑っちゃってごめんなさい。申し訳ないです。はいえー、4メガに変えちゃいました。チ、え、ェーお待たせさあ、これからどうしたらいいと思うと。今着替えてたんですね。まあまあちょっと、ちょっとしたアイキャッチというか、そんな感じなんでしょうね。辺り見ましょう。まずね。駅は北の方。西に行くとレイクタウンに出るのよ。 うんえー、もう一度見ましょうか。えっ、ー、と、他にはこれといったものはないわ、うん、渚の姿はこの辺りに、すごいね、大抵こういうのは 2, 2通りしかないのに、ね、3通り、4通りありますもんね、話が発展していきますんで、1つのコマンドで。うーん、ちょっと正直驚いてます、うん。じゃあね、お時間の方が良くなりましたんで、この辺で終わっておきたいと思います。えー、どうもありがとうございました。